皆さん、はい、ちょっとすごい前から気になってることがあるんですけど、すごい奥様はお綺麗じゃないですか。そうですか、はい、あの、いよいよと思ってたんですけど。何言うの。どこであんなお綺麗な方をゲットされたんですか。で、あ、それもたまに聞かれるね。やっぱりみんな知りたいとこなのかな、そういうのって。知りたいです。知りたい、はい、あの、あ、アビルも知りたい。ちょっと僕の今後のためにために。あ、でもちょっと俺逆質問していい？こう本当に質問の回答に 逆質問すると本当に申し訳ないんだけど、友達の友達だよっていう言い方と合コンの境目はどこ。はぁ。飲み会があってさ、それで知り合ったんだよっていうのと合コンの境目はどこ。確かにそうですね、よくありますよね、うん、なんか誰かと飲んでるから来なよって言ったらなんか数的に合コンだったみたいな。そうありますね。あ、分かりました。合コンをやろう、最初からそれをやろうって決めた場合は、なるほどなるほど、偶然集まっちゃった場合は。あ、じゃあ俺は別に女性が何人来るかも分かんないし、なんかの、なんか普通に食事があったから行ってみたら、まあたまたま出会えたみたいな、そんな感じ。ああ、それは合コンじゃないよ、ね、あ、じゃないよね、はい、ああよかった、うん、なんか3対3とかそういうんじゃないんで、はい、あ、まあまあ、じゃあそれがじゃあ、誰かの家の一室なのかレストランなのかパーティーなのかっていろいろシチュエーションが違うじゃない。必ずそういうところに出入りが行けるまず男になった方がいいよね。おー、なるほど。あ、まあ、出会う前にまず慣れと。そうそれでもう本当に昨日の話なんだけど、これは人名前は言えないんで、結婚されてた方が、離婚されて、男性ね、ものすごくビジネスで成功されてる人がいて、もう全国的に有名な会社の方が離婚されて銀座にこの間行ったんだって。で、やっとさ離婚がまとまった話がって言ったら、その綺麗な女の人、銀座っていっぱいいるじゃない、ホステスさんがね、その人たちから、おお、有料物件って言われたんだ。ああ、はい、なんか聞きますよね、有料物件。いい物件になるそうですね。有料物件って、この有料物件っていう意味は、会社が有名で、そこの社長さんで、収入もあって、この辺を指してない。はあ、そうですね。もう世間一般的にはそうですよね。優しいんだよ、その社長は優しいんだけど、はあ、優しくて、気前が良くて、女性おもてなしがどのこのっていうところを指してるよりは、どっちかっていうと、有名な会社で社長さんで資産がある方っていう方のことを、俺、有料物件ってそのホステスさんは言ったんじゃないのかなって思うんだけど、どうすか。いや、もうその通りだと思います。だよね、物理的なところだと思います。そうだよね。だからまとめ上げると、もうまとめかな。だから結局そういうパーティーに呼ばれる人になっとかなきゃいけない、そういう食事会に行ける人になっとかないといけない。行ってみたら、うわ、有料物件って言葉に出ないだろうけど、そこの場にいる女性に思われなきゃいけない。その2つが重なると、こちらが行くよりも向こうの方で望んで飛び込んでくるケースは多いのかな。うわ、行ってみたい、向こうから飛び込んでくるケースみたいな。ないですね。いや、勉強にはなりましたけど、それ実現するのがちょっと難しいんですけど。勉強にはなりました。はい、まあ、あともう一つは、再婚された女性の相手が綺麗だとか、モデルさんとかホステスさんとかっていうのの旦那さんはやっぱり社長さんってすごく多いよね。多いんだよ、俺の周りでもそういう人すごく多くて、お金がある方多いよね。そうですよね。お金ないと難しいですよね。難しいよね。で、お金ないと俺のことを捨てないでって旦那が奥さんにしがみついてる感じも若干あったり。あ、
あと熟年離婚と言われるのは、ほどほどにいい生活があなたとしても一緒にできないから、今後あなたの下の世話をするんだったら、もういろいろ今まで苦労したから子供大きくなったんで別れましょうっていうのが熟年離婚でしょ。あ、そこは気をつけておきたいですね。いやそうですね。だからその辺でもやっぱりお金は大きい部分で重要なものだよね。あと女性の方からもその質問されるときあるの。いい男ゲットするにはどうしたらいいでしょう。逆パターンも質問されるのあって、いい男ゲットしたいんでしょ、その時の俺の回答ね、お前いい女、いい女の意味はいっぱいあると思うんだよね。器量がいいのか、料理が上手なのか、すごい気立てがいいのか、大和なでしこなのかとかでいろいろあるんだけど、お前いい女なの、お前がいい女じゃなかったらいい男はゲットできないよってよく俺昔言ってた、ちょっと思い出した。だお互い最近さ高望みしちゃってさ、自分と普通に合いな人を望んでるから結婚が遅れちゃってって人ものすごく多いよね。あと逆にものすごい金持ちでものすごい有名な社長さんの2号さん3号さんっていうのもいるっていうのもよく聞くしね、昔からねずっと、よく聞くよね本当にね。もう大企業にもそういう社長さんも昔亡くなった方とかもいっぱいいるしね。今ご活躍の有名な会社でも俺知ってるけどね。それは言えないですね。ちょっと言えないけど。ということで皆さん、いい男いい女になるようにですね、日々精進していただければというふうに思います。頑張りましょう。いいのかよこんなまとめ。頑張ります。はい